皆様大変お疲れ様でございました。ここで食事をとっていただいて、でこの後白川郷の展望台へ、で展望台で写真撮っていただいたら、もう一度バスに戻ってきていただいて、せせらぎ公園の駐車場という観光バスの駐車場に停めて、そこからは自由散策というような形でお時間を取っていただければなというふうに思っておりますので、お願いします。ここでもう皆さんに白川郷の散策マップをお配りします。なぜかと言いますと、食事の後は皆さん眠くなるんです。だから願いするうちに配らせていただきたいと思うんです。で今お配りするのは皆さんにあの散策マップで、降りる前にお配りさせていただくのが、入館券というのがあるんですね。で合掌造りの中のご見学をいただけるチケットを1枚お配りさせていただきます。でこのチケットで入れるのが長瀬家、神田家、和田家、いずれか1軒です。はい、3軒共通券ではありませんので、1軒どこか中に入れられますので、そのチケットをちょっと後ほどお渡しさせていただくんですが、今もう渡しても大丈夫？大丈夫？大丈夫？ならもう渡しちゃいますね。地図と一緒に入館券の方を渡しをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですが、使う使わないは自由です。ただ今日の日付が押してあるので有効期限は今日です。あ、今日使わんかったで次来た時に使う、これできませんので、そこだけ気をつけていただければと思いますので、よろしくお願いします。ではこれから白川郷に到着いたします。どうでしょう、15分間ぐらい白川郷の DVD の方をかけさせていただきたいと思いますので、いやーよく眠れると思いますよ。作りもちょっと近代的なものにしようというお話も出たんだそうです。だけどもこの街はこの状態で保存していかなくてはならないということで、当時の新聞記者の方が新聞を使って那个不用钱呐、那个不用钱的。你小心啊，对吗？全国各地的方々の署名が集まりまして、この村は、もしかすると今、守っていただける方々がいらっしゃらなければ、那个位置随便造。変わらないような家づくりだったのかもしれません。ですが全国の方々に守っていただいたのが、これから皆様に見ていただきます合掌集落と言われている集落になるんです。日本で合掌集落ベスト3挙げますと、2番目が福島県の大内宿、42件の合掌設定があります。大内宿ってこんな感じなんですよ。通りがあって均等に合掌作りが並んでる。はい、ヘギそばって言ってネギでそば食べるところ、あそこのおうち塾が42軒で、その次の、京都の美山と呼ばれて美しい山って書いて美山っていうところがあるんですが、美山が38軒、第1位のここ白川郷の合掌集落は114軒です。なので全国で合掌集落ところどころにありますが、これほどまでたくさんの合掌作りが残されているのはこの白川郷のみ。そしてこの村を守っていただいたのは、もちろんこの村で育つ方々、守っていく方々もそうですし、あとは全国の方々の署名によって守られ保存地区に指定を受けたのが非常に大きかったのではないかなと思います。でこの白川村には独自の文化があるんです。まず一つ、土地を切り開くことを禁止です。だから山を切り開いて家を作るのではなくて、そこにあったちょっとしたこういう平地を利用して家を作っていくんです。だからまず土地を切り開くことを禁止したので、こんな法律があるんです。長男以外は結婚禁止です。はい、今はそんなことないですよ。今はもう過疎化の進んでいる村なので、もちろん次男でも三男でも結婚することはできるんですが、明治ぐらいまででしょうかね、長男以外は結婚することを禁止されました。だから生まれた家で何十年も過ごさなくちゃいけないんです。となると結婚してなくても事実婚のような状態で子孫を繁栄させていきました。一軒あたりの合掌造りで 4,50 人住んだって言われますね。これが大家族制度って言われている制度になるんです。だから血のつながりをとても
し、長男を大切にし、そして自分家が困った時にやっぱり周りに助けてもらわなくてはいけないので、周りの人たちとの支え合い、これを、まあ、難しい言葉で言うと相互互助制度っていうんですけども、ここ白川村ではユイといって、人と人とのつながり、結びつき、結ぶという漢字を書いてユイというチームワークで村を守り抜いております。ちょうど今私たちが通っておりますこちらの、城山展望台、ちょっと今高台に上がってきたかなというのがお分かりいただけるのではないかなと思います。では皆さん、ここは写真撮るだけです。でさっき言いましたようにトイレは使えないので、写真を撮られたらバスに戻ってきてください。はい、ここまで歩こうと思ったら街並みから15分ぐらいかかるんですよ、なのでバスでちらっと見ていただいて、その後皆様にはバスでせせらぎ公園の駐車場になりますので、一旦このバスに、白川インターチェンジを降りまして、白川公園に入ってまいりました。少し山道を登っていきまして、これから城山展望台というところから114軒の合掌造りを皆様に現在私たちが通ってまいります、ここ白川村、この村の始まりは今から800年、ありがとう、ありがとう、はい、中部たちによって作り上げられた町の一つとなります。平家にあらずんば人にしてあらず、そんな時代を築いた平家一門は、源頼朝との戦い源平合戦で滅ぼされてしまい、平家という名を捨ていろんな山里で隠れ住んでまいりました。現在平家の落人物語がございます集落は日本に14カ所と呼ばれています。その中で最も大きな集落として知られておりますのが、ここ白川郷の合掌集落です。まずは皆様の右手側の神社をご覧ください。こちらが八幡神社と申しまして、白川村には3カ所八幡神社があります。ここが鳩ヶ谷の八幡神社、もう一つが皆さん後ほど散策にお出かけいただきます大きな神社、さっきファッと通さないと、もう一つが、もう何十年とこにゃピーパファファパファファのミラトニャ、この3カ所で行われるのがどぶろく祭りです。俺やおきゃ走りしようおきゃ、それを始まる前に学んでね、自分の家で作ったどぶろくを持ち寄り、さっきファッと通さないと、一冬を越える前に顔を見合わせたと言われているお祭りが、このどぶろく祭りと言います。おー、たたやんせきらさおこにね、はい、ウカプロがたたやんせきら、これから皆様に、はい、白川村のこの合掌造りと呼ばれてございます、町並み。もうすでに、ないと何十年とこにあるマットに、今から左側に入っているんですけども、正面の信号の合掌造りが見えてくるんじゃないかと思います。パシラオンが、ご覧になっていただけますでしょうか。終わった。現在皆様にご覧になっていただいております、こちらの合掌造りなんです。パハンハンなんですけど、ここに この114軒の合掌造りのある白川村でございますが、実は今皆さんが通っているこの道が156号線という道のりなんです。この道を通しましたときに、この村の作りもちょっと近代的なものにしようというお話も出たんだそうです。だけどもこの町はこの状態で保存していかなくてはならないということで、当時の新聞記者の方が新聞を使って全国の方に伝えたんです。するとこの町はこの状態で守ってほしいという全国各地の方々の署名が集まりまして、この村はもしかすると今その守っていただける方々がいらっしゃらなければ、高山とか変わらないような家づくりだったのかもしれません。ですが全国の方々に守っていただいたのが、これから皆様に見ていただきます合掌集落と言われている集落になるんです。
おー、こんなにある。日本合唱集落ベスト3上げますと、はい、2番目が福島県の大内宿、42件の合唱作りがあります。あの大内宿ってこんな感じなんですよ。あの公園のパルヌルマがあって、ヌルマ公園ヘギそばって言ってネギでそば食べるから、あと人工ロマエルにあるワイン、京都の美山と呼ばれて美しい山って書いて美山っていうところがあるんですが、美山が38件第1位の中の合唱集落は114件、なので全国で合唱集落ところどころにありますが、これほどまでたくさんの合唱作りが持っているのはこの白川郷のみ、はい、そしてこの村を守っていただいたのはもちろんこの村で育つ、何をミラクル、あとは全国の方々の署名によって守られ、保存地区に指定を受けたのが非常に大きかったのではないかなと思います。でこの白川村には独自の文化があるんです。まず一つ、土地を切り開くことです。だから山を切り開いて、さあ、ああ、おまこにね、まあ、よくパナイティにさ、かっそあい、かかいの、みたいティに、ぷそん、つさん、つさんみ、ぴつさんみ、てんはおつあ、ぷてねあ、ぷら。今はそんなことないですよ。今はもう過疎化の進んでいる村なので、もちろん、じなりまた、あさいと、いてね、ぷそん、いしんこ、いてね、たくりらい。長男が結婚することにしました。だから生まれた家にはファチャファタレラあとツルツルテラあとイテライにある。結婚してなくても事実婚のような状態で子孫を発表されていて、ねえが見本に見さしん一軒あたりの合衆宿に 40-50 人住んだ。これが大衆宿制度と言われている。知らぬあれ知らぬあれ知らぬまあかばいく写真があるの。長男を大切にし、そして自分家が困った時にやっぱり周りに助けてもらわなくてはいけないので、周りの人たちとの支え合い、これを、難しい言葉で言うと相互補助制度っていうんですけども、ここ白川村は由比といって、人と人とのつながり、結びつき、結ぶという漢字を書いて由比というチームワークで村を守り抜いています。和田家的住宅到底是长相怎么样？はい、お分かりいただけるのではないかなと思います。では皆さん、ここは写真撮るだけです。で、さっき言いましたようにトイレは使えないので、写真を撮られたらバスに戻ってきてください。はい、ここまで歩こうと思ったら、街並みから15分くらいかかるんですよ。なので、バスでちらっと見ていただいて、その後皆様にはバスでせせらぎ公園の駐車場になりますので、ファファファ、一旦このバスに、ファッラホンイラ、3時15分にご集合ください。このバス、写真を撮ってバスに3時15分集合です。お願いします。ああ、中村メロンが3:15。3:15、OK? So after you look out, looked the village. さあ、今もあらうえ、タリンワニラ。ご覧になっていただきました合唱作り。元の建物の名前は、キリズマと申します。切り妻というのは、切手の切るという字に、奥さんの妻という字を書いて、切り妻の国という意味です。で、この町、カフカンに、だから、ファーッと、こう、カフテンカフカンに見そう。言葉を英語にすると、とても大事な言葉が生まれてしまうんです。そんなことから、合唱作りという名前の方を、日本人の大々的に前に進んでいきました。そんなことから多分これも、これもバンナーで楽に、そうなの、畳畳みだけは皆さん全部合唱作りっていうようになってませんか？畳はい、そうです。これの浸透率っていうものなんですよね。で、この合唱作りは手のひらを合唱させた形に見えることから合唱作りと呼ばれているんですが、屋根が大きいのには理由があります。ここは豪雪地帯としても知られているところで、一晩で2メートル積もることもございます。
2階の窓から出入りすることもあることから、雪の重さに負けないようにと屋根を大きく、そして今のように道路が発達していない時には、この屋根の2階側、合掌造りのこの三角の屋根裏部屋と言われているところには、さまざまな特色が置かれたところになります。その中で代表されますのが養蚕と申しまして、まあ、お母さんです。で、今白川村で養蚕されてるお家ってほとんどないです。で、今中島さんから聞いた、あの、江戸スタッフの方からお話によると、去年まで和田家の2階で養蚕の姿を見せていただくことができたということで、今年ももしかすると見れるかもしれませんということで、よかったら3軒のうち神田家、長瀬家、和田家の中で和田家入っていただくと2階にあるところで見れるかもしれません。珍しいものが。で、この小さな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 成仏って質のいいものを作り上げる日本人の手先の器用さには本当に皆が驚いたと言われてございます。でこれから皆様に、合掌作りの中、とりあえずもしここ行きたい、あこ行きたいという希望がなければ、合掌作りの中、和田家でも長瀬家でも神田家でもいいんですが、中入っていただいて、合掌作りは屋根コーヒーなんていうんですか、柱と柱をくくりつけてあるところを見つけてください。これ縄じゃないんですよ。ネソって言われまして、こういう生きた木からピーッと縄みたいに注ぐんです。あの切り落とした間伐材とかではできないと、こういう生きた木からピーッと注がないといけないんです。要はあの神社とかで見られる火花吹きも一緒、あれもあの切り落としたものではなくて、生きてる木だけやっていかなくてはいけないので、そういうものでございまして、ネソって言われている紐で柱と柱が結ばれてるんです。でもチョキチョキし、これがファラファラッと合掌寿司の中にあるいろり、あそこから煙が上がる、で煙が上がったものでぎゅーっと締め付けて、縦が立つほど丈夫くなると言われているのが合掌作りです。無駄な素材は一つもないと呼ばれる建築史上最大の巨大な芸術品と言われるのが合掌作りです。ちなみにこの合掌作り、皆さん意見立てるのにどれぐらいかかると思います？ほら、なんかもう前手にみんな見かちょっと見りぶねえよ、みそこりやい。はい、合掌作り1件1億ぐらいします。2、3回売る前で、あのかやぶきの吹き替えで大体2、3000万です。はい、で、このもしこのもうこの子供たちの状態で保存されてるので、これから例えば収穫に火事がありました、合掌作り1件燃えました、そしても合掌作りを建て直さなくちゃいけない。あ、くなくなお。普通の家だったらうんと安いですよ。なんですが、これ半分が国からの補助が出る。おいしいもんね。建て直すときね。三回ら。その残りの1億だとして5000万国から補助が出て、400人とかには歴史のアロマとにしたけら。で、あとの2000万を保険とか、自分とこのお金で賄って建てていかなくてはいけないんですね。だから、合掌作りが燃えたら大騒動なんです。はい、でその大騒動になるんですが、この合掌造りといわれてございます、美しき集落を守りますためにたくさんの法律で、守られている、これが白川村でございます。日本で最も美しい村と呼ばれるこの白川村は、どこか懐かしく優しい雰囲気が現在でも聞こえてくるようです。それではこれから皆様にはせせらぎ公園の駐車場にバスを止めて、メイン通りまで私ご案内します。でそこからは皆さん自由に見ていただいて、それぞれ駐車場に任せてください。よろしいですか。駐車場の集合のお時間は4時50分、4時50分出発なので、それまでにトイレを済ませて戻ってきてください。この後は席サービスエリアでのお時間となります。よろしくお願いいたします。がここにあるんですけども、
残り230メートルだったんです。なんですが出口もろとも崩れてしまいまして、飛騨トンネルはもう不可能かのように思われたんですが、進路を大きく変えることによって今開通されてるんですね。なので本来ならば集落から見えないところに高速を通す予定だったんです。なんですがちょこっとだけ集落の近くを通るようになってしまったんですね。で集落からは多分それが高速ってわからないように茶色の目隠しを、してあるんですが、バスで見ていただくと多分見えると思うので、よろしかったら高速乗っていただいて、一番最初に来るトンネルが大巻トンネルって言われているトンネルで、で、2個目のトンネルが飛騨トンネルっていう長いトンネルをこれからくぐっていくような形になりますので、もしよろしかったらね、ちょっとご覧になっていただければなと思います。由比制度、人々たちの助け合い支え合いでこの村は現在も人々たちが住む、美しい村として語り継がれてございます。もちろん守る人もいれば語る人も必要であろうということから、私は語り部として、もう毎日1週間のうちどうでしょう、2、3回は白川郷を来とるんじゃないかなというぐらい非常に回数が多いです。で今皆さんの右手側に大きななんかできてますね。これすごい村で反対された建物なんです。なんですけども強引に作られたのがこれホテルです。宿泊施設になります。本来ならばここのホテルは建てませんよということだったんですけども、白川郷が今最も人を集めるのって、まあ、それぞれの季節人多いんですけども、雪のシーズンなんですね。でその雪のシーズンにもともとは今から10、20年ほど前に一軒の合掌造りのライトアップが始まったんです。それがあまりにも幻想で美しいということで、口コミで白川郷のライトアップって雪のかかる時期に2月ぐらいにやるようになったんですね。でその時この辺り豪雪地帯なもんですから通行止めになるんです、高速が。でもこの周辺って止まるところがないものですから、もう来られる方に大変迷惑かかるんじゃないかということで、ここにホテルを築くと、お客様のためにということで、まあ要は土地切り開くの禁止じゃないですか白川村なのに、今これ土地開いちゃっとるんですよね、あれ。でこのホテルに関連する人はいいんですよ、関連しない人たちには全くもって関係のない話になってしまいますので、あの村でちょっと揉めちゃって、でももう結局作られることになったので、今そこにね工事が進められてますが、かなり急ピッチで進められてますので、今年来年の年明けてからのライトアップはもうあそこ宿泊施設としてオープンするんじゃないかと言われています。はい、なのでライトアップ終わったら、いつもだったら毎年例年通りで行きましたら1時間から2時間かけてホテルに行かなくていいですから、なんですがものの10分で来れるホテルということでね、多分高くなると思いますよ。白川村もカトル村やで、相場を下げるということしないですから、それでも高くしても人が来るんだもんね。まあそれはしょうがないのかなというふうに思いますけどもね。岐阜県で唯一合併しなかった村ですから、これが本当は高山市との合併の話も出てたんですけども、で今ちょうど皆さんの、左手側のところに三角屋根のクリスタルの乗ってるお家見えるの分かります？左やや後ろぐらい、あれね幼稚園なの。その幼稚園の右側のところにクリーム色の壁のお家見えるの分かります？あれうち、あ本当に本当に本物うちの実家、ああうちの実家、私の実家、世が世ならね、はい。で実はの私の和田っていう名字は典型的な平家姓なんですけど、あの愛知県の方ってやっぱりね源氏姓が多いんですよ。まあ、800年前のことやね、許してね。はい、でちょうどこの辺りからもうね白川郷の大自然の中に、本当にこんな山の中に集落があるんだなと思ってびっくりされる方も見えるんじゃないかなというふうに思うんですが、でもあの住んでみるとちょっと嫌なところもたくさんあるんですよ。で私小学校の頃あの学校の
座ったんですね。で怪我しちゃったんですけど、家に帰るまでに近所のおばちゃんが、ちかちゃん大丈夫言って言われて、なんで知っとんのみたいな親には自分の口から言いたかったんですけどね、もうすでに親に言ってたっていうことがありました。まあそういう、まあ、チームワークは完璧ですわ、この集落。ではこのトンネル抜けていきましょう。皆さんの左手側からやや後ろのあたり見ていただくと、白川郷の合掌集落、ちょっと西日の当たる感じをちょっとちらっと見ていきましょうか。このAfter this tunnel, look at the left side, so you see the last view of the village. はい、失礼いたします。それでは皆様、改めまして本日一日大変お疲れ様でございました。長いようであっという間の今日一日でございました。無事にここまで進めてくることができましたのも、お一人お一人様のお客様のご協力のおかげかと思っております。誠にありがとうございました。予定到着時間よりもどうでしょうか、20分ちょっと早めに到着という形になるんですが、早く帰ると困るという方お見えになりませんか？大丈夫ですか？そうね、女性の方は家路がね、通の近づいてくると早く帰れば帰るほど家のことせんならんなっていうね、頭の中があるかもしれませんけども、明るい、まだ少し明るいうちにね、帰ってくることができたんじゃないかななんていうふうに思っております。皆様本日のツアーはお楽しみいただくことはできましたか？はい、ありがとうございます。いいお天気でしたね、今日一日。はい、もう本当に昼賀野高原のサービスエリアから爽やかな風を受けていただいて、で高山白川郷はちょっと暑かったかなと思いますけども、名古屋にいるよりはやっぱり風がね涼しくて、日陰に入ったりするとああいいなと思ってねいただけたんではないかな、そんな風に思っております。今回は飛騨高山そして白川郷ということで、世界遺産、名古屋から一番近い世界遺産として皆様にご見学をいただきました。ですが岐阜県にはまだまだいいところたくさんございます。でこの先ほど説明がありましたように、海外のお客様と混合で日本の美しいところをご紹介させていただきますツアー、今までやったもので言いましたら、富士山の清水港のクルージングのコースとか、いちご狩りのコースとかやったりだとか、あとは小浜のカニ食べに行くコースをやったりだとか、今ちょうど季節的に、かぶりますのが上高地のツアーなんていうのも出てございますので、はい、もちろん海外のお客様に日本の美しいところをご紹介したいという気持ちを込めて作っているんですが、もちろん日本人のお客様にも再度日本の美しいところを見に来ていただけると嬉しいな、そんな風に思っております。今回は日帰りのご旅行ということでございましたが、泊まりのツアーとかもドラゴンズパックたくさん出ておりますので、またここに行きたいなとか、今度はあっちに行ってみようかな、そんなお気持ち大事にしていただきまして、また観光バスのご旅行心よりお待ち申し上げております。また本日一日大変未熟なご案内でご不満な点たたたたるお客様もお見えになるかと思います。口下手で口数が少ない、もうね、笑ったら悪いけどね、ありがとうございます、全然思っとらんけどね自分ではまあ最後のお別れの挨拶ぐらい控えめなところを見せようかと思っておりますが、でも本当にまだまだ上には上がると思いますので、皆様の旅が楽しくなりますように、お手伝いができるよう、これからも毎日バスに乗り、日々頑張っていきたいと思っておりますので、またぜひお出かけの際には名鉄観光バスドラゴンズバックご贔屓をいただきたいかと思っております。心よりお待ち申し上げております。どうぞ私が未熟だった分は皆様の広いお心でお許しをいただきまして、またのご参加心よりお待ち申し上げております。また最後になりますが、忘れ物ないようにしてくださいね。はい、棚の上のお荷物、お座席前のポケット、お座席の間、あとこのバスなんですけど、コンセントのに充電器とか差し込んだまま帰られる方が多いんです。もううちの忘れ物ボックスの中は充電器だらけです。
はい、なのでどうぞ忘れ物だけないようにくれぐれもお気をつけて、お家の玄関まで楽しいご旅行をお続けいただくのが最後の願いでございます。どうぞお足元を気をつけて、またお会いできますときを心よりお待ち申し上げ、皆様のご健康、ご多幸、そしてますますのご活躍と私の幸せを祈ってお別れのご挨拶に返させていただきます。今日一日ありがとうございました。どうもありがとうございました。またお出かけください。ありがとうございます。ありがとうございます。かぶりますけども、Did you enjoy today?Yes. Yeah, thank you. Thank you. See you. Yeah. Thank you.